皆さんこんにちは。翻訳コンシェルジュのゆこにこと松崎ゆき子です。初見音読トライアル The Little Glass Slipper 解説その3、早速始めていきます。まず単語と表現のおさらいです。 Grew angry、 だんだん腹が立ってきた。 The dispute began to run so high that、 The dispute で言い争い、 began to run、 まあだんだんこうなる。 So high that、 あまりに激高とか言いますね、激しくなったのでという意味です。その後になったので、誰とかが何とかしたとか何とかが起きたっていうふうに SV で文が続いていきます。 Known to be、 であることでよく知られる。 Called upon、 招集された、呼び出された。 Decide between and とのどちらが良いか決める。 Gave them the best advice she could、彼女が思いつく限り最高の、最良のアドバイスをした。Submissively、従順に、控えめに。Offered to、何々することを申し出た。Accomplishment、成果、出来栄え。Excelled、秀でた。Many a、たくさんの、なんとか。Coiffeur、これはフランス語ですね。美容師。Exercised all her skill、 彼女の力をすべて出し切った。 Combing、 髪を溶かしながら。 Ill-natured、 意地の悪い。 Natured って入るともう生まれながらにっていう、性分の悪いとかみたいな意味になります。はい、Sharply、 ピシャリと。 Obliged、 誰々 to、 なんとか、誰々に何々することを義務付ける。Mock、 からかう。 Fortune、 運。 Pleasure、 喜び、光栄。 Wench、 召し使い、女中。 Here, the elder sister grew angry and the dispute began to run so high that Cinderella、who was known to have excellent taste, was called upon to decide between them. She gave them the best advice she could, and gently and submissively offered to dress them herself, and especially to arrange their hair, an accomplishment in which she excelledMany a noted coiffure. The important evening came, and she exercised all her skill to adorn the two young ladies. While she was combing out the elder's hair, this ill-natured girl said sharply, Cinderella, do not wish you were going to the ball? Oh, madam,They obliged her always to say, Madam, you are only mocking me. It is not my fortune to have any such pleasure. You are right. People would only laugh to see a little cinder wench at the ball. はい、二人のお姉さんが私の方が素敵よ、いいえ私の方が素敵よっていうのをやっていたのが前回のお話の最後のシーンだったんですけども、まあ、だんだんその言い争いが激化してですね、なんていうんですか、収拾がつかなくなったのでシンデレラが呼ばれました。まあ、シンデレラ本人はみすぼらしい格好をさせられていたわけですけども、なんかね趣味がいいということでよく知られていたということなんです。で、おそらく、シンデレラは彼女が考えうる限りのことをすべてお姉様はこうなさったらいかがですかっていうアドバイスをそれぞれにして、でさらにすごく控えめに、よろしければ私が着付けドレスを、着付けましょうかと申し出て、でさらに
彼女はもう町中の有名な美容師の誰よりもうまく綺麗に髪のアレンジをすることができたんですね。なのでよろしければ髪もやって差し上げましょうということで、まあ、着付けから髪からすべてやりました。そして、まあ、その舞踏会の大事な大事な夜がやってくるわけです。で、She exercised all her skill、まあ、彼女の技能をすべて行使した、力を出し切って、この2人を、なんかちょっと嫌味ですよね、相当着飾らないとブスだったってことですよね、うん、で着飾らせました。で、elder's hair、 年上の方のお姉さんの、一番上のお姉さんの髪の毛を溶かしながら、溶かしていたら、その性悪女はですね、シンデレラ、あなたも舞踏会に行ってみたいと思わない？とちょっと思わせぶりなことを言うわけです。で、シンデレラの方は、いや、お姉様、そんなこととんでもございませんと、とんでもないことでございますと言ったんですね。私めにはそんなことはもう一生ないことでございますと言ったら、お姉さんは意地が悪いので、そうよ、その通りよと、あなたみたいなそんな灰かぶりの女中が舞踏会に現れたらみんなびっくりするわよね、というふうに言って、すっごい意地悪ですね、というシーンで終わってます。では続きはまた後で、もしくは明日お送りしたいと思います。Thank you for watching. If you like this video, please subscribe to my channel. 今日もご覧いただきありがとうございました。この動画が役に立ったという方は、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。